三遊亭久柴は、落語家。旧自体は、栄場。三遊亭久柴は、大分県臼杵市出身の落語家。本名、足立武彦。出林市、越後寺市。落語芸術協会所属。1967年3月に4代目、三遊亭小縁場に入門、栄場を名乗る。1971年9月、に詰め昇進。 1981年4月23、笑いテーム、太郎、桂南ラナと共に、新内昇進。2021年9月29日2時10分、急性心筋梗塞のため、埼玉県内の病院で死去。77歳没。得意演目は、高野隆、夫、100年目、変わり目、担ぎ屋、なす娘、長丹、野ざらしなど。また音曲にも精通し、 歌いの入る演目も得意とした。絵手紙作家として NHK に出演経験がある。亡くなる3年前から持病のため体調を崩しがちになり、入退院を繰り返していた。2020年正月発席にも顔付けされていたが、結果的に体調不良で出演は叶わなかった。2018年11月5日、池袋演芸場でのナス娘が、 最後の寄せ出演となった。没後の2021年10月24日、TBS ラジオ、ランマンラジオ寄せは、坂馬の追悼特集となり、目黒の三馬、ま、高野隆尾が放送された。三遊亭エ馬バさん死去77歳、急性心筋拘束、デイリースポーツオンライン2021年10月2日、AB、不法、 三遊亭英馬師匠落語芸術協会2021年10月2日。ありがとうございます。